ちょっと時間がないんで細かいことは後で説明しますけど、今日は5月の21日かな、これまっすぐ、これがね JR の本社ビルですよ。でドコモタワー、手前のこれがバスタ新宿です。有名なバスターミナルです。今8時53分で、9時ちょうど発の、福岡行きの博多行きから博多行きのバスに乗ります。有名なんですよね、博多号です。いつもだったらね出発の5分前ごときで慌てるような立ちではないんですが、しかし今日はバスですからね、あのバスってのは多分誰が乗ってくるかとか把握してますんで、いないお客さんがいると探したりするだろうから、少し早めに行かないとな、もう何が早めだって感じですけど、3分前にはバスに乗り込みたいと思います。21時出発の夜行バス博多号、ちゃんと間に合いましたよ。一応証拠として画面に映しておくことにします。乗り込んだ第一の感想、これはあれですね、前に乗ったドリームスリーパーそっくりですよ。ただ扉ではなくカーテン式という違い、発車します、それぐらいでしょうかね。21時、時間通りの出発です。もともと博多号は水曜どうでしょうという、まあ、あちこち旅行行ったり変なことする番組で、有名になったわけですが、なんて言ったキングオブ夜行バスとかそんな名前だったと思いますけどね、福岡でサイコロを振って行き先を決める、そしてなんと地獄の東京までの4列掛けの夜行バスで行く、そして東京でもう一度サイコロを振って行き先を決めると、なんと福岡まで同じバスで逆戻り、ケツの肉が取れる夢を見たとか、なんかそういうね有名なあの発言があったかと思うんですけれど、まあ、とにかく辛い、そういう過酷なバスとして知られていたんですが、近頃ではかなりの豪華バスになっています。水曜どうでしょうで知られるようなタイプのものではなく、3列掛けのかなり座席の広々とした、ビジネスシート、もしくは私が今回使っているのはプレミアムシートって言ったかな、本当はビジネスシートにするつもりだったんですね。プレミアシートってのはね、予約は何回も今まで見てたんですけど結構埋まってたから、まあ、やっぱプレミアグリーン車みたいなやつから埋まるんでしょうね、まあ、だからビジネスシートでいいかなと思ったんですが、まあ、いい方がなんと今回たまたま空いていましたんで、それを予約することにしました。なおこれに先行する福岡と書いてあったあの黄色いバス、あれはオリオンバス、ツアーバスですが、まあ、かなり安くて、これは4列掛けのシートです。途中新山口、小倉、そして、博多に向かうということで、最終目的地はこの博多号と同じなのですが、今夜の9時にこの新宿を出発して、明日の朝ではなく昼過ぎに博多に到着するようです。本日も西日本夜行高速バス北九州福岡行き博多号ご利用いただきまして誠にありがとうございます。いただきます。途中このバスは何箇所かパーキング停車してまいりますが、こちら乗務員の交代、また車両点検のための停車です。速度入りましたので、乗務員の方が回ります。遅くなりましたが本日皆様のお供をいたします。乗務員、西日本鉄道博多自動車営業所では交代しながら安全運転進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。それでは狭い車内でございますが、到着までごゆっくりとお伝えください。これかなり倒れてるように見えますけどね、まあ、もちろん相当リクライニングシートとしては垂れる方で、 JR の電車でもこんなに倒れるのはないんですけれど、デラックスグリーン車、あれに似てるかな、まあ、本当だったらフルフラットにしてほしいところなんですが、日本の、法律では確かフルフラットのバスというのは作れないそうで、まあ、これすごい倒れてるようにね、確かに上から見ると見えるんですが、まあまあ起き上がっているように感じます。また私は今回一番前の座席だったんですが、プライベートガラスのご案内と書いてあってね、このようにスイッチを操作することによって曇ったり前が透明になったりするようなガラスがついていました。あと照明もこのようにして変えることができます。もちろん真っ暗にすることもできます。このようなプレミアムシートは4つあったのかなと思いますが、そのシートに座っているお客さんはこんな風に自分で照明を夜でもつけることができるわけです。とりあえずつけておくことにしました。首都高に入ってそのまま、確か透明のこれ東京料金所ですよね、そこに入ってですね、東名高速、名神高速、その先はなんていう高速道路なのかな、全然私山陽本線にあたる高速道路の名前知らないんですが、一気に九州までひたすら高速道路の中を走り続けるわけです。高速道路に入ると、車掌さん、運転手さんか、もう一名ね、運転をされない、ハンドルを握らない運転手さんが、お客さんに一人一人挨拶をされて、またなんかね、これはプレミアシートの乗客限定なのかもしれないですけど、いろいろ手を拭くやつとかそういうのをくれましたよ。こんな風に座席の横に荷物を差し込むこともできます。でもこのバスは当たり前ですがトイレがついていますので、まあ、飲みすぎはそんな心配しなくてもいいのかなと思います。これ座席の機能ですけどね、これランパーサポート、これを押すと背中の方がこう盛り上がってきてくれるもの、こっちは背中を温める機能です。結構温まります。これね、
なかなか寒かったんですよね。5月でしたけれど、5月のもう終わりぐらいでしたけどね、寒かったんで、この座席を温める機能は結構役に立ちました。これなんでこんなニヤニヤしてんだろうこれ。あ、そうだ、あとね、マッサージチェアみたいな機能もありましてね、これであのもやーっとこう力が加わってくるわけです。運転手さんがお持ちいただいたのがこのサラサラパウダーシート2つぐらいいただきましたよ。それからね、これのあったかいアイマスクみたいなやつと、福岡に着いた時になんかフィットネスみたいな、なんかスパ施設みたいなの2000円なのに、それが500円で入れるという割引券でした。まあそれは結局使いませんでしたけど、今の時刻は21時53分出発して50分ですが、もう神奈川県の伊勢原の近くに来ています。伊勢原というのがね、どの辺なのか、まあ、これを見てもわからないって方もおられるでしょうかね。まあちょっと雑な言い方ですけれど、地図を見ていただくとわかりますが、まあ大体小田原とかね、それからあとは、まあ、御殿場線とか、まあ、その辺近く、まあ、御殿場と伊勢原じゃ随分違いますが、まあ、大体その辺りです。高速バスって結構速いですよね。止まらないで走りますから。携帯電話の充電が切れてしまいましたが、こんな風に iPad もあります。私は使っていませんが Wi-Fi もあるようでして、それに接続すればインターネットをこれで利用することもできるみたいです。どんなアプリが入ってるのかな、見たんですけど、まあ、そんなに特殊なものはありませんでした。また保存されている写真も何もありませんでした。自分で1枚撮っておくことにしました。まあ、これないから、じゃあ1枚撮っておくかってんで、これで写真を撮るのはね、相当頭おかしい行為なんですけど、これでじゃあはい写真を、いけない、音がしちゃった。あんまり夜行バスでこういう音を響かせるのって良くないと思いますが、まだ夜9時50分とかそれぐらいですからね、まあまだいいんじゃないかなというような気もします。消灯するのは23時何分とかそれぐらいの時間のようでした。ちなみに保存した写真は結局すぐ自分で完全に削除しておきましたけどね。ちょうど向こう側を見ると、忙しいですね。大きな自動車がたくさん走っていて、東名高速道路という感じがします。かなり賑やかそうです。スピードもなかなか出して走っています。外側の追い越し車線を行っています。ちょうど向こうに見えてるあの景色はアルファ1とかありますけれど、多分御殿場だな、これは違うかな、御殿場インターって書いてありますね。御殿場って結構大きい町なんですよね。東名高速とか乗ってるとね、よくわかりますけど、そこから沼津に出て、沼津から東名高速と新東名高速に分かれます。どっちに行くのかなと思いましたが、どうもこれを見る限りでは新東名の方に行っているようです。乗り心地は新東名のがいいんじゃないですかね。東名はやっぱりこう傷んでるところとか、つなぎ目とかあるのかなって気もするし、まあそんなのないのかもしれませんけど、東名の方がカーブが多いんですよね。で、新東名は山の中をずっとまっすぐ行くから、まあ運転するには単調で面白くないとかいう話も聞きますが、まあしかしずっとまっすぐなんで、多分バスのお客さんとしては遠心力を感じる機会がなくて、新東名高速の方がいいんじゃないですかね。まだしかし、そろそろね、寝てもいい頃かなっていう気もしますけれど、この先静岡サービスエリアで休憩をすることになっています。そこまで起きてようと思いました。この向こうに見えている夜景は沼津です。立派な景色ですね。こうやって見るとね、沼津っていうのも、ね、なんかこう衰えてきたんだとかなんとか、デパートが潰れたとか言いますけれど、立派なもんですよ、見ていると。沼津から、静岡まで在来線だと1時間ぐらいかかりますが、まあ、バスだったらそんなにはかからなかったような気がしますね。車内事故防止のため、ドアが開いてから席をお立ちください。なお、先ほどもご案内いたしました通り、静岡サービスエリア出ましたら美容町佐賀川サービスエリアまでは車外に出ることができませんので、食料また水分が必要なお客様いらっしゃいましたら、次の静岡サービスエリアで、お買い求めください。夜行バスも何度か乗ったことあるんですが、普通深夜1時とかね、2時、3時くらい、まあ、どっかで休憩とかするのありますよね。でもこのバスは23時30分頃のこの静岡サービスエリアの次、美濃町の8時ぐらいだったかな、沢川サービスエリアまでですね、実に9時間もの間休憩がありません。これすごいですよね。運転手さんが9時間ぶっ続けて運転するわけじゃなくて、途中に何か所かサービスエリアには泊まって、運転手さんが休憩をしたり交代をしたりはするんですが、乗客が出られるのはここと、次は山口県、そのはるか先までずっとね、ないのだそうです。さっきバスの外側を映す時間がなかったので、ここで映しているんですが、こんな感じのかなり大きなバスですが、2階建ての構造ではありません。客室内はこのような感じ。お客さんがかなり減ってましたんでね、今こういう風に映してますけど、3人掛けの真ん中までいたので、後ろのビジネスシートもかなり多分お客さんが乗ってたんじゃないかな。プレミアムシート、私の前側のこの席は全員満席だったようです。
よく見るとね、ビジネスシートもこんなカーテンみたいなのがあって、これちょっと私は分かんないんですけど、仕切りみたいなのが簡単についてるっていうことですかね。ともかく夜行バスとされるものの中ではかなりグレードの高い座席だと思います。ドリームスリーパーほどではありませんが、それに近いように感じます。さて今静岡を出発、さらに2度目の休憩、順調に行きまして、三輪町、何も言わないね。三輪町の山口県佐川サービスエリア、明日の朝まで休憩しないという宣言とともに消灯しました。今黄色いバスに追い抜かれました。新宿を同時に出発した福岡行きのオリオンバスツアーバスです。私もとりあえずここで眠ることにしました。まあ眠れたかどうかは別の問題ですが、やっぱり、ね、寝台車の方が寝やすいって、それはね正直間違いないですよ。私としてはね、夜行バスに得意な方にとっては多分至福の時間だと思います。寝る前にはカーテンを閉めます。まあこれは当たり前のことですけれど、夜行バスってやっぱ前に乗った時とかもそうでしたが、夜中電気を消してる時にね、カーテンが開いていると外からのこういう光が入ってきてもう眩しくてやってらんないから、だから夜中ちょっと外の景色見たいっつってもね、気が引けますよね。でもこれは個室になってますんで、外の眩しい光が自分の部屋の中に入ってきてもそんなには問題になりませんよね。だからね、これもこういう個室タイプのバス特有のありがたみだなと思いました。座席は電動リクライニングになっています。フットレストはないけどレッグレストもあります。私前から言ってるようにレッグレストってあんまり好きじゃないんですが、今回は使ってみることにしました。座席の幅は多分ね、やっぱりバスって横幅の限界がありますからね、前後の間隔はグランクラスより広いと思うんですが、一方で左右の幅は普通車指定席と同じぐらいだったと思います。これまたこういう風にね、この間全日空の動画でもお話ししましたけれど、こんな風にこう頭の部分をこうぐにゃっと曲げることができまして、それで頭をそこに当てれば頭を休める、そういういい機能を発揮してくれるわけです。あちこちさまざま収納があって、寝ている間にも簡単にペットボトルなど手近なところから出すことができます。このブランケットもまあまああったかかったですね。この時期にはちょうどいいかなと思いました。照明を順次切って本日はここまで。じゃなかった、ごめんなさい、まだあったわ。そうそう、これもらったやつせっかくだから使おうと思いましたね。袋から出すだけで温まる、なんか北海道みたいなやつでしょ多分ね、どういう原理で温めているのかは分かりませんが、この頭、目を温めてくれる、これ結構ねリラックスできていいんですよね。温めてくれて、寝つきにつく助けにも大いになったと思います。これで本当におやすみなさい。翌朝です。ここはどこなのかなと、まだちょっと分からないんですが、とりあえず目が覚めたのでつけてみました。まだ相当朝が早いようです。ここはね、結果的に見て分かったのは、今播州道、播磨道とかなんかそんな風に書いてありましたけれど、ここです、タツのサービスエリアって書いてありますね。お客さん用の停車ではありませんが、運転手さんの左右の交代などをしたんでしょう。ここは兵庫県タツのですから、つまり姫路の北側ということになります。まだそんな時間、そんな場所なんですね。これから明るくなってからまだ福岡までずっと走り続ける、なかなか長い時間です。正直あんまり寝られてはいないので、もうちょっといろいろと研究しまして、シートベルトに頭をこう乗せるのが寝やすい体勢かなと思いました。それからまたうとうとして、起きてるか寝てるかみたいな状態続いて、翌朝というか7時ぐらいになると広島まで来ていました。多分姫路から広島まで3時間ぐらいで来たんでしょうね。もうすっかりこのように日は昇っています。またさらに私は寝ようということで横になってというかゴロゴロダラダラしていましたけれど、もう結構外は明るく活動の時間です。しかしここまで来てもまだバスはまだまだ先まで行くんですよね。広島から福岡だって相当だと思うんですが、朝の挨拶しまして運転手さんもまた開けていただきました。お客様各自でお願いいたします。車内事故防止のため、ドアが開いてから席をお渡しください。さて岩国を過ぎ、もうすぐ沢川サービスエリア、沢川とはどこかなと思いましたが、豊富の近くのようです。豊富まですごいですね。静岡から豊富まで全く休憩なし、別にバスの車内にいろいろとあるし、深夜帯にわざわざお客さんを外に出すって必要もないですからね。これはなんと残念なことにですね、私この日本当は博多港じゃなくて朝の始発のぞみ1号に乗って博多行く予定だったんですが、指定席ね、予定変えたのに払い戻すのを忘れてたんですよ。帰りののぞみ64号は乗らないことになったので、これは310円の手数料を差し引いて払い戻せたんですが、うわもったいない、1万7000円が紙くずになったと思ったら、乗車券相当の1万円分は返金していただくことができました。沢川サービスエリアもそんなに大きくありませんでしたが、コンビニとトイレを簡単に利用して朝ごはんのパンも買いました。そしてまた今このように
あのね、休憩の時間がねそれぞれ15分ずつとかで結構短いなっていう印象がありましたね。だからほとんどバスに乗ってばっかりでしたよ。また朝冷たくよく冷えたお茶を運転手さんからお持ちいただきました。これから先もうあとは関門海峡を越えて北九州に入ります。こうやって見てるとね、山陽本線や山陽新幹線と景色が似ています。あ、山陽上行ってるんだなってのはバスの車内からでも同じように感じることができました。春小麦、オレンジ色の河原、それからすぐ近くまで迫る山、ちょうど5月ぐらいで新緑のまだ美しい時期です。バスは今下関を過ぎたところ、これが関門橋です。いっぱいね自動車が走っててにぎわってますが、下にも国道2号線が走っていて、本当に重要なところなんだなと実感します。左側が、北九州市、右側は下関市。こういう風に前が眺められるのはいいですよね。ただどうしてもやっぱり運転席の側でこういう風に日よけを使いますから、完全にそれを、全くこう前面の展望を楽しむということができるかというとそういうことはありませんね。もうどんどん海峡狭いですからね、反対側にやってきてしまいましたが、まあ、一方で反対側を向くと、ここから下関市、その様子を見ることもできます。これだけではね、あんまりこう下関とか文字の観光というほどの眺めにはならないなと思ったんですが、反対側の席に座ったらそれはまたそれで良かったかもしれません。ちょうど今向こうに見えるのが下関市中心部で、一番高い建物は海峡夢タワー、展望台としても使われています。その下はオフィスビルかなんかになってるんですかね。ただ建てたタワーなのかな。ただ建てるっていうのはもったいないような気がする。まあいいよそれね。これを過ぎてもうすぐ小倉に着きます。いつも下関から小倉までって10分ちょっとかで着きますからね。このように北九州工業地帯も見えます。このバスは小倉、それから途中の黒崎と、それから終着の博多、その一つ手前すぐ脇にある天神、4つで止まることになっていますが、つまり次の小倉が最初の停留所です。小倉駅前まで行ってくれます。小倉到着時刻はまだ午前9時30分くらいとかだったじゃなかったかな。だからまだこれから先結構博多までかかるってことなんですよね。本当に急ぎたいんだったら、まあ、小倉まではね早く着くんですよ、この博多号で来ても。で小倉に着くのが9時半で、そこから新幹線に乗り換えて博多とか行けば、まあ、10時には博多着けるでしょうね。博多号より1時間半近く早く、小倉から博多へ行けてしまうわけです。ただ実はね、さっきのあののぞみ1号の予約のやつ見ていただいて分かったかもしれませんけれど、実は博多号で新宿から行くよりも翌朝の始発ののぞみでそのまんま、福岡博多まで行った方が早く着くんですよね。もちろん飛行機の方がもうその日のうちに着くということはできませんけれど、飛行機の方がわっと行けてしまうというのも間違いありません。でもね、博多号は結構混んでたんですよ。この日は確かただの平日じゃなかったかなと思うんですが、ただの平日でも満席に近いような混み方で、なかなか成功している路線のように見えます。今渡っているのは恩賀川、この辺りでもうそろそろバスは北九州市内、いやまだ抜けないですけどね、そろそろ小倉に着きます。北九州市って大きいんですよね。だからね、新幹線 の事前の割引と、それから博多号の、事前の割引の、ね、運賃料金が同じぐらいなんですよ。そんなに博多号が有利になってるのかなってちょっと不思議なんですけれど、まあ、夜行バスでも全然辛くない、まあ、こういう夜行バス、もう前後が広々としていてかなり深くリクライニングが倒れるバスであれば天国だという人であり、かつ、宿泊費を節約したい、どうせね新幹線で始発の新幹線で行くと朝一番とかに東京に着くために場合によっては全泊とかが必要になりますから、それだったらバスで移動してしまうとか、おそらくはそういった需要を拾っているのではないかと思います。これがね、東京大阪間だとやっぱドリームスリーパーとかちょっと苦戦してるらしいですけどね、東京福岡そういう長距離であれば効果はなかなかあると思うんですよね。しかも運賃もドリームスリーパーほどに高いわけではありません。プレミアムシートで割引で1万7000円8000円とかね、確かそのぐらいだったと思うんですよ、今回予約した時。さて今そんな風にして天神までやってきました。どうも途中で遅れたようです。私はね時間通り着いたと思ったんですが、20分ぐらい博多の時点では遅れていました。はい、坂井のご乗車大変お疲れ様でした。まもなくしますと西鉄高速バスターミナル到着いたします。このバス、西鉄高速バスターミナル終点博多バスターミナル順に停車して、西鉄福岡駅その脇にあるバスターミナルに一旦入り、バス降りなさい。車内にくれぐれも、それからもう一度博多に向かいます。まだトランクにお荷物をお預けのお客様、掃除の階段決定機会となっております。これでも取り間違いない。天神のバスターミナルから、ね、博多のバスターミナルまで、バスターミナルに入ったりぐるぐるその駅の周りを回ったりする時間が長いので、まあ、やっぱりちょっとそこで時間かかりましたね。福岡市内で、結構時間食ったので、本
当に夜のうちに東京を出て朝一番に九州に着きたいということであれば、まあ、私はサンライズをお勧めしますけどね。サンライズ岡山まで行って瑞穂601号に乗り換えれば朝の8時台には博多駅に着きますんで、それが一番早いかなと思うんですけど、まあ、それかもしくは、この博多号に乗って、小倉まで行き、小倉から山陽新幹線に乗り換えるというのもいいかもしれません。まあ、正直ね、こういう、まあ、新幹線とか航空機の方が普通に考えたら便利だと思うのに、なぜ博多号を利用する層がいるのかな、まあ、そういう需要がなくはないのは分かるけどっていう感じだったんですが、でもバスのメリットってそれですよね。定員がそれほど多くはないから、だから1日に少ない需要を拾っていけばそれでちゃんと商売が成り立つ。確かによくできた考え方だなとも思いました。これがね、空気清浄機じーっと音がしてますけど、そんなに音はうるさくありませんよ。その脇にはゴミ箱も備えられていてかなり便利でした。また前後もまあ大体足元はこんな感じですかね。あの荷物置き場がね、あの網棚みたいなのが確かなかったと思いますんで、まあ、それだけ一応注意して、リュックサックとかもね少し置き場に困りましたんで、預けるのであれば、まあ、事前に機内、バス車内に持ち込む荷物と、バスの下のところに預ける荷物と、うまいこと分けておいた方がいいかもしれません。まあ、しかし私もねちょっとさすがに寝不足気味ではあったんですけれども、4時間ぐらいは寝られたかな、そんな感じでしたらね。で夜行バスの旅に慣れている方だったらもう全然平気だと思いますからね、快適だと思いますので、博多号、まあ、今では昔のキングオブ夜行バスと呼ばれるような、極端に過酷な乗り物ではなくなったと思いますが、はい、お疲れ様でした。博多バスターミナル終点となります。ただこの長距離を自動車で陸路で行くという経験は確かに貴重なものでした。福岡到着がもうお昼ご飯の時間です。天神で、なんつったかな、忘れましたけどね、天ぷらの美味しいところに連れてきていただきました。ご視聴ありがとうございます。